皆さんこんにちは、 YouTuber 大志です。父の木下博一です。母のジャガー横田です。ちょっと聞きたいんだけど、これ裸にエプロンじゃない？もしかして。あ、そうだよ。裸にエプロンってなんかこう男の憧れみたいなのもあるんですけどそれ後ろどうなってんのこれ、後ろ後ろかわいいじゃん。そうね、かわいいじゃん。あ、なんかこれ親孝行にもつながるような感じ。まあまあまあ、そういう、まあ本当ポジティブだね。どんなもん食わされるかわかんないのに。今日何作ってくれるのかな。とりあえずまあそれはしということで、まあ後ほど、後ほど来てもらって、ね、でそれでまあ、うわーってなると思う。なんかね、僕ね、闇なめらみたいなイメージですよ。あのさ、真っ暗中でなんか鍋食べるみたいな。なんか中性洗剤でも入れそうな気がする。いやいやいや、それは食べれるもの、食品だから。食べれるものね。楽しみに、はい、楽しみに。わかりました。楽しみにしております。本当にどんなになるのかな。はい、おいしい。外科医だからもちろん疲れるし、まあ、疲れますし、おふくろは、まあ、プロスラーとか疲れるということで、最初のスペシャルドリンクを作っていきたいと思います。では今から調理していきたいと思います。でもあんま気になくてもいいと思うよ。ホタルイカの酢干し、お次、オイスターソースじゃがりこ、干し梅、めっちゃ潰れてる干し梅、いつのかわかんないですけど、サキイカ、北海道産牛乳を使った厚切りバーグ、キウイサイダー、今からミキサーにかけていきたいと思います。壊れた。じゃあ気を取り直してもう一度。
こうなりました。まあ、匂いもいいですし、まあ、悪くはないかなとは思ってます。見た目は土っぽいですけど、味はね、まあさすがに、まあ美味しいでしょう。僕がね、今からまあ、飲料を入れていきたいと思います。まあ、僕はまあ、好きなまあモンスターですね。それを今から注いでいきたいと思います。モンスターはまあ、一般のエナジードリンクよりかはいい味ですね。僕は好きなんです。美味しいですね。まあ、お次、体にいいと思われる R1、 めっちゃやる。美味しそう、ね、意外に。次に、コカ・コーラのビタミン C が入っている、レモン。ということで完成しました。今回は、僕の好きなだけ、まあ、好きな食べ物だけ集めました。まあ、これをねぜひ食べてもらいたいです。はい、ということで、まあ、完成したので、うん、あ、やっと完成した。まあ、時間かかったね。時間以上かかった。大丈夫です、大丈夫です。まあ、とりあえずな、食べてもらって、何？なんか怖いよね。食べられるの？40年も50年も生きてきて、こんなことで死んだくないんだからね。そうです。はぁ、まあ、こちら、ね、こんだけ時間かかってこ、何これ？これ、はい、木下大使、うん、栄養ドリンクです。どういうふうにさ、栄養があるの、これは？いや、これは、あの、単品だけやったら栄養ってやつ。それをだいたい自分が好きなもの。じゃあ美味しい、まずいは置いとこうよ。で、どういう栄養のあるものが入ってるわけ？まあ、書いてあったら、まあ、だいたい栄養素だったから。じゃあ、今までから。よし、最初はグー、じゃんじゃんぽい。はい、美味しい、頑張ってください。まあ、何やってんね、やめないの、味わいだよ。何？いいじゃないの。子供が作ったからぞ。そうだよ、飛行に走るよ。子供が作ったからぞ。ね、飛行に走るよね。あとで死ぬ子供もやってる。あのね、見た目の感想よりも飲んだ方がいいですよ。まだ見た目はこれちょっと飲めないよ、まずね。飲みたいという気持ちはまずゼロ。飲んでみると意外と、まあ、なんて言うんだろう、もしこのパッケージしてあって中身が見えなければ、まあ飲むかもわからんね、これ。いや、ちょっと待って、危険だから避難しよう。なんでなんでなんで、避難だって、それ誰が壊れる。だね、そんな乱暴なことしないでしょうか、そんな。まあ、ということで飲んでくださいね。ゲロないしない。すっぱーい。置いてあったやつだって全部使ったやつ。腐ったやつ入れてない。いや、なんかビタミン C の感じはするよね。一つわかりました、一つ。ね、一つわかりました。これでかい。なんかね、チョコレート。ああ、正解。うわ、これ。何があるか、キッチンに何があるか知ってっからだし。じゃあ、おたるいか。お、正解。気持ち悪いから。なんかね、バンズみたいな感じかな。それは、なんだろう、それは梅。正解。梅も入ってるの、俺。梅干し。あとね、レモン入ってる。それは多分、あの、コーラの中に入ってる。あれ、あれはレモンコーラみたいな。おけーがきついよ、これ。その周りにだってこれコーティングされてる。頑張れ。いや、ちょっと待って。あはめっちゃ頑張ってる。めっちゃおけーが汚い。そうなる。汚いよ。いや、マジでそうなるんだよ。いや、マジでそうなるんだよ。ね、汚いから、あんた。え、そうなるんだよ、本当。あお、水くれー。まあ、ということで、まあ、次回もお楽しみー。さよなら。